どうも皆さん、音痴の歴学です。今回は歌にまつわるお話。サラエボ事件をきっかけにした第一次世界大戦の勃発。人類の歴史上で初となる全世界を巻き込んだこの戦争は、第二次産業革命による技術革新と塹壕戦による戦線の膠着を生み、戦闘員900万人以上と非戦闘員700万人以上の死者を出しました。そんな悲惨な戦争の最中、西部戦線の最前線で対峙していたはずのドイツとイギリスの兵士たちは、なんと、共にクリスマスを祝ったと伝えられています。今回は、一日だけ戦場が戦場でなくなった、奇跡のクリスマス休戦についてご紹介いたします。歴学。1914年7月、第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ軍はかねてから計画されていたシュリーフェンプランを実行に移します。シュリーフェンプランとは、西部戦線のドイツ軍右翼が永世中立国であったベルギーに侵攻し、左翼と呼応してフランス軍を包囲殲滅する計画です。当時、ドイツは西にフランス、東にロシアと敵に挟まれた状態であり、先にフランスを全力で攻撃して対仏戦争を早期に終結させ、その後反転してロシアを全力で叩こうと考えていました。というのも、ロシアの未発達な電信網や鉄道事情を考慮し、ロシアが総動員令を発令してから攻勢に出るまでには6週間かかると予測していたからだそうな。しかし、ドイツ軍は予想以上の抵抗を受けて、ベルギーの占領に手間取り貴重な時間を失い、未だ抵抗を続けるベルギー軍のために戦力を割かなければならず、ケツからゴディバをブリュッセルな事態に陥ります。さらに、2週間というとんでもない速さで総動員を完了した東部のロシア軍の侵攻を受け、追加で西部戦線から戦力を引き抜かざるを得ず、シュリーフェンプランは失敗に終わることになります。みんながクリスマスまでには帰れると考えていたこの戦争は、漏れなくフラグ回収されることとなり、あらかじめ事前の策を用意していなかったドイツ軍は、西部戦線で泥沼の塹壕戦に突き進んでいくことになるのです。1914年12月、第一次世界大戦からおよそ5ヶ月が過ぎた頃、戦争が予想よりも長期化しつつあったことから、前線では沿戦気分の雰囲気が漂っていたといいます。塹壕の中に無神論者はいない。そう言われるほどに兵士たちは極限のストレスや緊張にさらされ、どんな人も神を信じ、果ては神に期待するようになるのだそうな。開戦当初、塹壕が敵兵と近い場所に配置された兵士たちは、お互いを侮辱するような言葉を叫んだりしていたそうですが、クリスマスが近づくにつれて友好的な言葉でコミュニケーションを取り始めたのだそうな。戦争中といえどもまだ裏若い思春期真っ盛りの兵士たち、同年代の外国人に興味を抱くのも不思議ではありません。そうしているうちに前線では、戦死者の回収や塹壕の修復などの作業を行う際に、互いに短期間の停戦を行うという認識が暗黙のうちに生まれていたのだそうな。そして戦争が起こってから初めて訪れるクリスマスイブの夜、ドイツ軍の塹壕からドチャクソにうまいきよしこの夜が聞こえてきます。その声の主は当時の世界的なオペラ歌手であったバルター・キルヒホフ。バルターはドイツ帝国皇太子の副官を務めており、西部戦線第5軍司令部の参謀として従軍していました。彼は力強く、金属のような輝きと評されるほどの天性のテノール声を持っており、その歌声を向かいの塹壕で聞いていたイギリス兵は、すぐにバルターの声だと気がついたのだそうな。そして彼が歌い終わると塹壕のあちこちで拍手が起こります。イギリス兵からも歌を歌う者が現れ、いつの間にか大合唱となり、一帯はまるでコンサート会場。そしてイブの夜が明けると、両軍の兵士は敵意がないことを示しながら恐る恐る塹壕から出てきます。初めて顔を合わせた両軍の兵士は、自発的にコミュニケーションを行い、停戦状態が生じたのです。こうしてクリスマス休戦が始まりました。両陣営の兵士たちはまずは握手を交わし、敵同士が分け隔てなく、貴重な物資であるチョコやタバコや酒などを、クリスマスプレゼントとして交換しました。記念写真を撮影したり、塹壕間の無人地帯で放置されていた両軍の戦死者の遺体を合同で埋葬したり、中には無人地帯の凍結したピッチで、土のうや空き缶でサッカーを始める猛者たちも現れます。もはや戦場は戦場でなくなりました。
当時のローマ教皇、ベネディクトゥス15世が訴えていた。せめてクリスマスには各国ともに休戦を。という外交努力は、各国首脳部には無視され続けましたが、前線にいる兵士たちによって達成されたのでした。当時イギリス兵として従軍していたアルフレッド・チャーターという人物が、母親に宛てた手紙でこの奇跡の出来事を綴っています。今この手紙を塹壕の中で書いている。凍るほど寒く、まさにクリスマスの気候だけど、焚き火をしていて藁もたっぷりあり、居心地はまあまあだ。今日、僕が見たものはこれまでに誰も見たことがない驚くべき光景だったと思う。朝の10時、塹壕越しに外を覗いていると、一人のドイツ兵が腕を振っているのが見えた。すぐに別の二人が塹壕から這い出て、僕たちの方に向かってきた。僕たちは彼らを撃つところだったが、向こうは銃を持っていないのが分かった。それを見て、味方の一人が塹壕から出て行った。すると2分もしないうちに、2列の塹壕の間には両軍の兵士や将校が溢れ返り、互いに握手を交わしてクリスマスを祝福し合った。戦争が今後、どれだけ長く続くのかは分からない。とにかく、元日にはもう一度休戦する。ドイツ人たちが写真の写り具合を見たいと言っていたからね。しかし、一方でこの休戦を心よく思わない者も少なからずいました。戦友や家族を殺された者や、戦意の低下を危惧する指揮官たちは、この休戦が不快なものでしかなく、一種の恐怖さえ覚えたと言います。そしてこの事態に最も憤慨していたのが、後に第二次大戦を引き起こす、アドルフ・ビダイオチ・ヒトラーだったそうな。さらに、停戦が生じず戦闘状態が継続した地域も多々あり、クリスマスを祝おうと塹壕を出て殺害された兵士も中にはいたと言います。クリスマス休戦が生じた地域は西部戦線全体から見ればごく一部で、国土が戦場と化していたフランス、そして占領下に置かれているベルギーの兵士の多くは、ドイツ軍とクリスマスを祝おうとはしませんでした。クリスマス休戦後、英独双方の上層部はこのような非公式の停戦を今後認めない旨を言明し、持ち場を離れて基陣に向かおうとした者は撃て、という命令も発せられることになってしまいます。これを受けて1915年以降のクリスマスにこうした停戦が生じることはなくなり、1918年に戦争が終結するまで戦闘状態が継続することになります。歴学。以上で第一次世界大戦時のクリスマス休戦についてご紹介を終わります。現在、イギリスの国立記念樹木園には、クリスマス休戦を記念する記念碑が立っているそうな。2014年、クリスマス休戦から100周年を記念し、英独の代表がサッカーの親善試合を行ったといいます。ちなみにその試合はイギリスが1対0で勝利しました。それでは最後に、イギリスの政治家、ウィンストン・チャーチルの名言でお別れしたいと思います。戦争からきらめきと魔術的な美がついに奪い取られてしまった。人類は初めて自分たちを絶滅させることのできる道具を手に入れた。これこそが人類の栄光と苦労のすべてが最後の到達した運命である。というお言葉。戦争は近代までのようなただの武力戦ではなくなり、世界大戦の勃発により国家がその持てる国力をすべて動員するという、総力戦の体制に移行しました。歴代の語り継がれてきた英雄たちによる神話のような美は失われ、ただ効率よく敵を殲滅し、命は消費される。そんな時代の変わり目に起きたクリスマスの奇跡。この美談は戦争がなければ生まれてこなかったものですが、争いの絶えない現代の世界に、再びこのような美談が起こらないよう、願わずにはいられません。それではまた次の動画でお会いしましょう。良いお年を。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、通知ボタンをオンにしていただければ嬉しいです。